ジム・サルブは、インドの俳優。ボリウッドの助演男優として知られており、スター・スクリーン・アワード、国際インド映画アカデミー賞を受賞し、フィルムフェア賞に2回ノミネートされている。また、インド演劇の監督、俳優としても活動している。2016年公開のニール・ジャーで、長編映画デビューし、フィルムフェア賞最優秀助演男優賞にノミネートされた。 その後、エーデス・イン・ザ・ガンジ、パドマーワと女神の誕生、サンジュ、サンジュなどのヒット作に続けて出演して知名度を上げた。映画俳優の活動のほか、ムンバイを拠点に舞台俳優としても活動しており、2013年のワッツ・ドーン・イズ・ドーン及び2015年のリビングルームで注目を集めた。2014年のブルで舞台監督デビューしている。 ムンバイのパールシー家庭に生まれ、母親は理学療法士、父親は商船の船長、P&O 南東、中東アジア局長を務めていた。3歳の時に両親と共にオーストラリアに移住し、8歳の時にムンバイに帰郷し、ボンベイアメリカンスクールに進学した。エモリー大学に進学して、心理学の学士号を習得している。ベルソバ在住。 エモリー大学卒業後、サルブはアトランタのアライアンスシアターで文学インターンとして1年間働き、ザショー、ザブレイクアップ、テニスインナブルス、アンドアイスグレンに出演した。2012年にムンバイに帰郷し、地元の劇団で演劇活動を始める。2013年にセールスマンの死のリバイバル作品に出演し、注目を集めた。その後も、ワッツ・ドーニーズ・ドーン。 ザグラス・メナジェリー・リビング・ルームに出演し、2014年にブル・イートで舞台監督、脚本家デビューを果たした。彼はムンバイ演劇界での活動により、2015年にフォーブス・インディアのインドの30歳以下の人物30に選ばれている。2016年にラーム・マドワーニーのニール・ジャーで長編映画デビューを果たした。同年にヤー・ショーデラ、 サンテイクスに出演し、短編映画、ママ、エス・ボーイズ、ライク・サマー・ライク・レインにも出演している。2017年に、エーデス・イン・ザ・ガンジ、ロブタに出演した。また、インディーズ映画、アジブ・アシックにも出演しており、同作は、ヨーロッパ各地の映画祭で上映された。2018年には、サンジャイ・リー・ラーバン・サーリーの、パドマー・ワと女神の誕生に出演して、 マリク・カー・フールを演じ、ディー・ピカ・パード・コーン、シャー・ヒド・カ・プール、ラン・ウィール・シンと共演した。また、2018年のインド、映画工業収入ランキング第1位を記録した、3030 30にも出演している。ありがとうございます。